はい、どうも、オクポンでございます。BTC ですね。まあ、このような価格でね、推移しているんですけども、結局7日で見たら全然変わらずと。ただですよ、リップルとイーサリアムっていうものが上がってきましたよと。で、BCH についても、おまあ、これ、あ、リップルとごめんなさい。えー、っと、あそうですね、イーサリアムですね。BCH については7日単位だ 日だと、もう7日前だと上がり始めてるってことなんですよね、これきっとね。うーん、まぁ、あ、1.20%なので、マイナスってことですからね。うん、だから680円ほどマイナスなのかな、日本円でね。ええー、っていう感じですね。あとー、ステラおばさんね、ステラおばさんがこれ、えー、7日対比で10%っていう安定のね、上昇じゃないですか、これ。 30円くらいで推移しているっていうところですね。24時間単位で言えば3.63%だから、結構なもんだと思いますよね。これだけ上がったら。まあ、あーなんだろうな。まあ、ここ最近の動きで言えば、大した上がり方なんじゃないですか。ステラおば,おばさんは。ね。うん、なんかそんな感じはしますよ。あと、えっ、ー、と、こちらね、Z、うん Z キャッシュか。Z キャッシュの方も、これ、匿名通貨ですよね。匿名通貨。まあ、うんと、ダッシュは上がってないんだけど、Z キャッシュが上がってる感じですかね。まあ、いろいろ、正直な話ね、これだけ増えてると、わからないんですよ。わからないっていうか、まあ、今言ってることは当たってると思うんですけども、言ってる、その匿名通貨だよとかっていう話はね。 えとあと気になるのがこいつ。DZC ですね。ZDC じゃなくて DZC ですね。はい。こちらの価格というか、自家総額ランキング、だいぶ上の方にね、上がってきてるよっていうのが気になりますね。えっ、ー、とお、まあまあ、そのような感じですかね。はい。でですね、どうやらですね、久々にこの変なニュースなんですけども、 マイニング大手のビットメインがハッキングで550万ドルの過疎図が盗まれると、裁判所に提出された訴状から明らかにと、中国に本拠を,を置く、本拠ででいいですよね、えー、置く BTC マイニング大手ビットメインが同社バイナンスに保有する口座から4月に550万なので5.5億ですかね、えー。まあ1ドル100円だとしてね。 相当、うんと、仮想通貨を盗んだと。ね。えと、ー、して、氏名不詳の発火を訴えたらって、バレてんだね1月。11月7日にシアトルのワシントン州西、聖地区地方裁判所に提出された訴状によって明らかになった、えー。その訴状によると、訴状でいい 氏名不詳のハッカー、ジョン・ドーは、ビットメインがバイナンスに保有する口座を乗っ取ることに成功。口座のビットコインを使って、アルトコインの、なあ、マナか。マナの価格を操作した後、その利益を得たというと。こういうとこですね。以下続くんですけども、これ読まないです。ただ、面白いなと思ったのは、 あこのハッカーっていうものが、ジョン・ドーっていう、ね、え人があ、大型もこの人がやったよっていうのがバレてるというところですね。だから、んとネムが盗まれたときと比べたら、随分速度というか、まあ、あ,れあれは日本だから、ちょっとまた話が変わってくるのかもなんですけどもうんと、アメリカの方では比較的早いっていうかね、ビットメインの方が あと、バイナンスか。バイナンスの方の対処があ、きっと早かったんでしょうね。早かったっていうか、すぐ追跡されたってことですよね。ってことは、やっぱりブロックチェーンのそのシステムっていうか技術っていうものは、すごいことなんですね。もう、うん。一回やっぱり、信号機みたいなもんですよね。一回死亡事故が起きました、あ骨を折る事故が起きましたって言って、交差点に信号機がバンバンって立つじゃないですかね。 ああいうのがないと、ああいうものって立たないんですよ。今はね、今はね。で、ああやって立つんだけども、結局、信号機の役割っていうのは十分じゃないですか。うんまあ、他でもね、ハッキングされたよとかっていうのはあるんですけども、やっぱりどん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 ね、やばいことが起きれば、やっぱ対策っていうのはバン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 打っていくってことなんですね、よそはね。よそというかね、周りは。 でその対策を打たれたから、あ、俺もその技術知ってるっていうときには、だから不思議なもんで、アフィリエイトがね、流行ったときはあ、総取りでね、上役がバン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 取ったんだけど、今、普通にアフィリエイトってやってるじゃないですか。それに似てるような気がするよね。で、犯罪に手を染めて、それをハッキングできるからってやったらあ、もう対策も打たれてて、で、なんだろう、利益が取れないよっていう、それどころか裁判にかけられちゃったって話ですよね。 はい、っていうお話です。まあ、それによって若干下がってるんですかね。うん9時間前、ね。なんだけども、11月7日。とここまで来ますね。7日中うとね。 で、7日から、確かにそうやって言われてみればね、こいつのおかげで BTC が下がってるように見えるよね。うん、せっかく上がったのにね。うん、ね、200ドル近く今、現在地で言えば下がってますよね。180ドル。なんだよってやつだよね。ほんとに全くね、こういうのがあればあるだけ、こうやって、えー、ただね、こいつ、ジョン・ドンはね、えー、もう、 裁判にかけられちゃってるってことなんで、これはずっと前と比べたらね、えー、年初と比べたらだいぶ進展はしてるってことなので、まあ、これはですね、お、えー、いおいというか、どんどん減っていくでしょう、こういう人たちがね、犯罪を犯す,す人たち、はい。というところでございます。でですね、えーまあ、今日特にね、えーまあ、特にというか、あと、バリオバーと読みたいんですけど、 で、バリをバーッと読んだら、その後に、えー、っと、YouTube ライブを13日にしますっていう話と、で、その内容と、あとは、あーなんだろうな、余談をちょっとね、お話をして終わりにしようかなと思います。っていうところですね、コウさんでございます。今7分。ちょっと長いね、やっぱね、私の動画は。 えー、コウジさん、面白いことを作り続けていきたいと思いますっていうところですね。えー、代表取締役、ビジネスっていうカテゴリーで13日の22時05分25分へホイストバリを始めました、あ、ほいみほいみ JP を運営します。よろしくお願いしますっていうところですね。えー、ルバンうん、実は私、ルバン3世第5期にデザインで参加してます。すげえ。 エンドロールに乗ってるんです。すげえ。すごくねすごくないこれ。れ落ちしちゃおうかな。ねえ,え。すごいよね。ルパン三世って、ルパン三世って言えばね、えー、声の声優がルパン三世のモノマネをやってた栗田寛一さんっていう人に代わってですね、今もお絶賛あ上映してるみたいですけども、おアニメとしては週一とかでやってないのかな今。よくわかんないですけどね。えー でも、すごくないルパン三世を描いた人ってのはロン、モンキーパンチっていう人で、えー、千葉の成田あー、なんだっけな、成田の隣かな成田辺りに確かあ家はあるんですよね。ただ、モンキーパンチさんが今現在生きてるのかどうかもちょっとよくわかってないですけど、ただ、すごいよね。っていうところでね、次に期待しましょう。とこね、待ちましょう。 エンドロールっていうのは、あの、仮想通貨ではなくて、えっ、ー、とね、えー、映画終わりました。で、えー、一見落着ですって映画終わりますよね。で、白と黒、ベース。まあ今、大体いい白と黒でしょ、ベース。で、そこで黒、黒ばブラックバックで,で、白抜きで字がね、パペッパペッパッパッパッ、パシパシパシパッパ,シッ,パシッっていうね、えー。それをエンドロールって言いますね。で、そこに、このね、 コウ、えー、さんは乗られてるということですね。すごくない、ね、すごいと思いますよ。うん、で、お次はですね、おしなりさん。うーんと、新しい発想でそれぞれの生活を潤すというところですね。フリーランス、ディレクター、海画支援、ビジネスというカテゴリーで、13日22時05分25分へ放出というところでございます。 ああ、なんだこりゃ、長いよ。にうえという小さな国で困っている道路の穴、皆様から支援をいただいた費用でこの穴を補修を行います。支援いただいた方には、作業を報告とにうえの特産品を優待として届けすることを考えております。どうかよろしくお願いします。 15年5月に日本の外務省一つの報道を発表した、に上を国家承認することを決定した。その国は太平洋に浮かぶ周囲70キロの小さな島国、サンゴ礁によってできたに上は豊富な環境資源を生かし、観光にも力を入れている。しかし、そんな小さな国で今大きな問題発生してます。それが穴島内に登るう 距離80キロの道路に約4000個もの穴が出現。その穴はサンゴ礁の大地だけに車が通り雨が降ることで次から次と出現し続けている。毎月5個ほど穴が出現している。なんかえらいことになってますけども、の穴のおかげで、二上唯一の 交通手段、車がひを上げているのです。それはパンク。国民1人当たり月 <laughs> 毎月2回のパンク。スペアタイヤや新しいタイヤ、国内にはなく輸入の必要があるが、関税や輸送量がかかるために高額となり、とても手が出せない。えー、国民みんなあ手作業でパンク修理をしているというところですね。い下続くんですけども。 あのそういった国があることを全然知らなかったです。それどころか、日本の国内にそういうね、えー、まあ、それどころって国って日本の国内にそういう島があることを知らなかったですね。うん。ただまあ、あの、変な話、これ、そんなね、えー、穴開くようだったら、ちょっと人間が <laughs> 住むのはどうなのかなっていうのが、ちょっと合理的な解釈ですよね。で、そこにエネルギーを入れるんであれば、自然にね、 身を任せてそのままにしとけばいいんじゃないかなっていうのは本当正直思いますあの人間って傲慢なんでどん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 ねもともとあるね太古の自然すらもねガツ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 人間が侵食をしてなくしてしまうっていうねそういう属性の種族でございますんでまあんまりね未知なる 場所に行きたいっていうのもそれは分かるんですけども、まあ、まあ、ぼっちはしましたよ。なんか、聞いたこともなかったんでね。うんと、まあ、次の投稿も楽しみにしながらですね、ちょっとそこまでやる必要はっていう、なんかこう、う寂しさっていうかね、なんか、あっと、気持ちは分かるんですよ。気持ちは分かるんですけども、ちょっと複雑な心境のままね、次に参りたいと思います。えお次はですね、 北平さんっていうのかなあー北平さんっていうのかなあー北平さんっていうのかなあー、ねえー、自分の実力を限界まで引き出したいとで。ビジネスっていうカテゴリーで13日22時05分50分以内になりますとで。投稿はないんですけども、ひょっとしたらあれですね、あのー、読み仮名とか振るとかあ、あれかもしれないですよ。ひながなの,の方が ああ、こう、聞かれなくて済むかもですよ。うん。なんか、私なんかは自分の実名ですね、オクポンじゃなくて、やっぱ自分の名前ってあるじゃないですか。で、それなんかは、ひらがなでね、表記をなるべくするようにします。うん。ね。えー、なので、と、おこっち、こっちというかね、外側の人が、ああ、 どうやって読むのかなっていうと、うーってなっちゃうと、と、おまあね、本人も、ご本人も困ってしまうんじゃないかなと思うので、ひらがながいいんじゃないかなと思うんです。はい。はい。ね。えー、でお次でございます。ナノンさんですね。ネイルで人々の健康寿命を伸ばす。まずは、えそうなの何これ爪めば、あー、詰めから、 っていうとこですねネイルですね。美容健康。こんなことあるの ?15 日21時04分50分へ放出なんですけども、寿命が伸びるのご覧くださりありがとうございます。ノアのナオン、通称ノンです。大阪拠点にネイルアーティスト、マニキュアリストとして活動しています。もともと4年間大手システム会社 SE をしていましたと。 家と将来性だけで選んでた仕事なので日々憂鬱を抱えてたと。3年目で人生1回きりなの、きりやのに、このままじゃあかんと思い、転職を決意。実行分析と試行錯誤の末、ネイルのお仕事へ道へと進みと。ご縁に恵まれ、いくつかのコンテストに賞をいただきと。 コンテストで賞をいただき、現在、とあるサロンの店長をするところまで来ましたと。ありがたいことに、指名率、リピート率、あディズニーランドじゃないか、ねえー。ディズニーランドでございますよ。ね、9割超、ね、えね、ー。毎日さまざまお客様と接しながら集め、集きれいになること、奥深さ、そのパワーに魅了される日々と。いうところですね。以下続くんですけども。 あの気になった方はね、フォローしてみて、えー、こ,のこの後ね、どういう動きになっていくのか。あと、私が一番気になるのは、爪で、えー、健康寿命を伸ばすっていう、このなんだろう、爪の重要性。確かに爪っていうのはあ、私たちのこの爪ってただついてるわけじゃなくて、こいつなくなるとですね、指に力入らなくなるんですよ。 あのー、爪がない方なんかはご存知なのかもわかんないんですけどもあの爪がね普通にね今まで生まれてきて、えー、ずっと健康体でね、えーまあ、腰いい、まあ、足の方もね、えー、5本5本でついで,で20本の指がついてる方で爪がしっかりピッピッピッって入ってる方であればあ何の違和感もなく足も手足をね えー、力を込めてみたり、走ってみたりね、握ってみたり、話してみたりとかね、えー、やってるとは思うんですけども、爪がなくなるとですね、力が入らえすです、はい。なので、そういうね、えー、ただこ,この、なんかテカテカしてるね、えー、なんかちょっとね、皮膚の固まったような、これただ生えているわけじゃなくて、そういう意味があります。だから この爪ってのがなくなると力入らないんでね、本当に何度も繰り返しますけども、それぐらいまあ重要は重要なんですけども、私が知りたいのは、健康寿命を延ばすのに爪っていうのが必要なんだなっていうところを深いところ知りたいですね。健康はやっぱり大事なんでね、年齢やっぱりこれ大事です。 昔ね、聞いたことあるんですけども、とある YMO というね、坂本龍一、細野晴臣、高橋幸宏さんというね、方、3名様、お三方いらっしゃるんですけども、もう、御年ですね、70までいかないのかな、あまあ晴臣さん、細野さんはね、えー、一番年長者なので、ひょっとしたらその辺までいってるのかなと思うんですけども、でも、60は超えてると思うんですよ。で えー、最近3人が顔を合わせると、もうどのぐらい前だろう、5年とか前の話になりますけども、健康の話ばっかりだよねと言ってましたね。そのくせね、坂本さんはですね、えーまあ、ヘビースモーカーであって、多分タバコやめられてないんじゃないかな、あの方な。 一日三箱とかね、さんまさんもタバコ吸うんですけど、めっちゃそのぐらい吸うんですけど、坂本さんも歯を,歯をね、槍で茶色くしちゃうぐらい、そのぐらいヘビースモーカーですよね。なのに健康っていうのはちょっと何とも言えないんですけども、まあまあ、それはタバコはタバコでね、趣味として、ただあ、健康の話になるっていうところでね、やっぱあの、健康っていうものは非常に、まあみんなね、 年を取れば取るだけね。若い時ってのは意識しないけども、足りなくなってくるとね、えー、なんか違うなっていうのを起きてくると、その疲れが取れなくなったりとか、節々がどうのこうのとか、あとは目の色とか、あと肌の色つやとか、シミだとか、もうしわとかね、そういうのも来ると思うんですよね。あとは何だろうな、やっぱり一番来るのは何だろう、疲れが抜けなくなる。 いうのかな取れなくなるっていうのかな。そういうのとか、あまあ、目とかも、目とかもね、えー、っと、私であれば、非文章みたいになっ,てなってたりとか、これは、あの、パチンコでやりすぎっぽいですけど、要は目を酷知しすぎると、そうなっちゃうらしいんですよ。目の老化らしいんですね。で、そういうので、なんか黒い点がね、ブン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 飛んでるのがすげえ邪魔な時があったんですけども、今は、 その飛んでるのが慣れましたから、まあ今はなんともない、逆になんともない、飛んでるってのは当たり前っていうね、えー、そういう感覚で言いますんで、それはそれでいいと思うんですけども、そういうこととかね、ただ煩わしさってのはありますよね、べえばね、えー、字にかぶることもあるから、字にかぶればやっぱり読めなくなるというか、まあ、瞬,瞬間的にね、コンマ0何秒とか、まあ誤差が出るというかね、えー、そういうのがあるんでね。 えー、なかなかこの健康っていうのは大変なわけですよ。っていうところで、まあ、気になったのは爪の健康っていうところが気になりました。でですね、えっ、ー、と、ここからですね、13日の YouTube ライブについてなんですけども、これね、ごめんなさい、若干ね、えー、時間が遅いかなと思うんです。で、えー、もしかしたら、 どうしよっかな13日の YouTube ライブではなくて、14日にしようかな。週中のね。で、週末はですね、ちょっとできそうにないんですね。できそうにないので、えー、なので、週中の14日にしようかな。14日に YouTube ライブをしよう。ね。13日言ったんですけども、 14日に YouTube ライブをします。はい。で、内容としましてはですね、まあ、環境のことって言ってました。で、えー、ペットボトルっていう話をしたんですけども、話の始まりはですね、えー、蜂がですね、少なくなってるっていうのはご存知だと思うんですけども、あの原因についてですね、うん、まあ、そこからうん少しね、 えー、掘り下げていって、えーまあ、広げたり掘り下げたりしながらね、環境問題についてかな、ゴミ問題も絡めて、とにかく環境っていうね、広くなるんですよね。えー、環境っていえば、自然破壊から始まり、異常気象、えーとまあ、今回のね、西日本だとか、北海道の災害、北、う東北の災害、まあ、台風メインですけども、東,東北のほうはね、 で、まあうんとゲリラ、ゲリラ豪雨とかね。えー、まあ、本当、ね、いろいろね。あとは、あそうですよね。そういうことですよね。で、今までにないような気象の変動ってのが出てきてますよね。で、えー、のーそれよりですね、もっとね、わ、えー、かりやすいようなね、えー、お話をしようかなと思って。うん。面白いですよ。面白いと思う。あのー、蜂のね、えー、不思議っていうものについて少しね、 お話が、これは私、あの、北海道のね、農家さんにいたので、えー、ヘルパーって言ってね、えー、一時の、なんだろうなあ、まあ、人参が育つよと、で育って抜くよと、そういうのとかね、えー、あとはあ、メロンを苗からね、実がなって、えーまあ、鶴を手入れして、まあ、切ったりとかね、伸ばしたりとか、あ芽を摘んだりとかあ、生かしたりとかね、 えーまあ、スイカを収穫して磨いたりとかね、そういうことをやってましたので、でそこについてのハチっていうところがあ、まあ、必要なわけですよ、あの彼らね、えー、であね。彼ら面白いから少しお話をしようかなと思います。ミツバチね、うんで。これについて。で近年、ミツバチの減少異常、異常というかね、 えっと、その、なんだろうな、次の年に残せないっていう、まあ、個体数が減ってしまって、えー、で、な、え、ん、ー、だろうな、あそういうお話ができればなと、ちょっとこっちの方でもね、情報を引っ張ったりとか、まあ、私の知識の中でもあるものは出しますし、頭の中にあるものは出して、えー、で、別にその現象について何がっていう記事をね、えー、作って、 た方がいらっしゃいますので、こちらね、私好きな方なんですけど、その方が作成、まあ誰とは言いませんけどね、誰とは言いませんけども、その方があ Facebook 投稿してたんで、それをね、まんまか割愛しながらですね、よいしょよいしょをつまんで読んでいきたいなと思います。まあ、8ですね、テーマうん。ミツバチに学ぶ、なんだろうな、働きバチですね。ミツバチ、働きバチに学ぶ環境の変化と、 お人間があひょっとしたら危ないんじゃないかと、食物っていうものに対して、えー、我々が食すっていうことが難しくなってくんじゃないかなっていうところまで、えー、ちょっとね、危機的なあやばいっていうところまでもお話をできたらなと思います。あとね、えー、これはマル秘情報です。これは普通ね、えー、野菜とか育ててる方とかね、 えー、種とか買ってくると思うんですけども、で、あの種を巻いて、えー、まあ、それはね、ちょっと内緒にします。丸ルにします。あのー、それはですね、非常に面白いし、深いし、いや、やばいな、それっていうのとか、あと、あ、ミツバってそういうとこあるんだとか、あ、面白いですよ。面白い。面白いけど、ちょっとね、 えー、心痛い私たちね、人間の暴挙でによって、ミツバチの達成がなくなってるっていうところもね、な、え、ん、ー、でなのかっていうところをお,とお話ができたらなと思いますね。で,できたらなっていうか、しますんで、はい、よろしくどうぞお願いします。環境問題の中の食物ですね。でもっと掘り下げて、食物の中の えー、受粉をしてくださるミツバチさんの働きチさんのお動きっていうものがあについてですねでその動きがあ正常じゃなくなってるっていうのはこうだよとで正常じゃなくなってることをそのまんま続けてるんであれば私たちの食物っていうものに対しても影響度合いがでかくなるんすっていう話をしていきたいなと思いますので。 えー、こちら、高う、期待でございます。皆様もあの参加してください。で、14日ね、14日、今、メモしました。YouTube ね、やりましょう。あのー、こういったものをやることによってね、えー、まあ、世間様に対して、で、世の中が、どういう変化が起きてるのかと、ボトムアップとかね、いろいろそういう話もしましたし、あと、やりたいのは、やっぱ、ゴミとかね、で、人口爆発。 食料ー、まあ、不足で、今あ、人間はね、えー、かつてないほど飽食の時代を迎えてます。ただ、相場でもそう。上がった相場ってのは急落します。急落します。で、その急落について、えー、どうなっていくのかっていうのも、ー今度ね、どこかでお話をしたいと思います。ただ、それについてはね、情報が全然ない。全然ない。 えー、イメージはある。イメージはね。えー、こんな飽食なあ時は続くわけないですよ。うんね、こんなどこ行ってもね、お金をちょっと出せばあ食べ物は食べれると、ねあ。これだけ災害が出ても、まだキャベツとか葉物が出てると。高いとはいえね。っていうところで、えーまあ、今,今はね、全然問題ないんですけども、おいおいね。 これもちらっと話しましたけども、昔ね、地球の人口が100億が地球様が抱える、ね、人口の最大と言われてます。で地球様が抱える人口を、なんていうのな、ね、人間の、ね、頭数が100億っていうのが最高なので、 で、その人間様の頭数っていうのは年々増えてますね。ね今現状77億、78億、そのぐらいだと思います。で、この方々がどん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 増えます。日本は人口減でね、30年後には6000万人台にはなるでしょうけども、とはいえ、私たち地球にいる生物でございますんでね。 でその生物が、あまあ、そうなった時にね、どうなるの、ああなんのって、イメージはありますよ。イメージはね。えー、ただ、まあ、いい方には向かないでしょうと、うん。創殺されるんじゃないかなと。お互いね、やり合ってっていうのが私のね、イメージでございます。はい、ただあ、そういうふうに考えずにね、えーまあ、ひたむきに前向きにね、えー、人間を生存させつつ、どうにか生き延びるね、術はないのかと。 そこがやっぱりメインになってくると思うので、そういうお話、まあ、今回はそういう話しないですけど、8なんでね、うん、雑談の中でね、組み込んでお話っていうのはできればいいと思いますけど、知識がある方はね、投げてくだされば嬉しいんですけど、おお、まあ今回は8です。このね、8はすごいですよ。うん、8はね、えー、涙なしには語れないようなね、えー、まあ部分もありますが、彼らのね、 え、生き様というか、ね、えー、まあ、まあまあいい、う互期待でございますよ。14日ね、えー、YouTube ライブ、こちらやりますんで、えー、ぜひぜひ参加してください。で、時間の方は、あ20時くらいからね、やろうかなと。20時がやっぱ適正かなと思います。はい。これ毎回毎回見てくださってる方が参加しやすい時間帯が20時なのかなっていうところ、ね。 なので、参加してみてください。で、時間の方はですね、やっぱり2時間、2時間くらいね、えー、やりたい。まあ、お酒も途中飲みながらでもいいですし、まあ、皆さんはね、飲んでいただいて、えー、ピシッとね、えーまあ、ピシッとダラッとでもいいんですけど、おあそうなんだっていうところはね、もうこういう情報がなかった、えー、ところから情報が入るもんだから、これ結構ね、えー、面白いと思いますよ。蜂は面白いよ。うん 蜂は面白い。蜂は面白いです。本当に。サンド言いましたからね、えー。これぐらい大事なね、バ、え、チ、ー、さんです。だから部屋にいてもね、あの人たち刺さないからね、蜂ってのは基本、バチってのは。もう刺すって言ったらよっぽどなんでね。うん。はい。っていうね、えー、いうお話をしたいですね。蜂のね。で、蜂からあ食料、しつこいよね。っていうところで切ります。はい。 素敵なね、相場ライフをお過ごしください。では、バイバイ。